みんなこんにちは、ということでやってまいりました。本日もフルハラやすしさ TV よ。はい、ということなんですけれども、今日はですね、キングオージャーが新しく始まったということで、こちらを紹介していきたいと思います。じゃーん、ダダーン、デラックスオージャーカリバー。じゃん、オージャーカリバーと合体キングズウェポン、これキングズホットライン王者フォルダーセット、じゃじゃーん。この3つをちょっと今回ね、自分なりにやっていけたらなというふうに思います。はい、ということなんですけれども、このキング王者、これデラックス王者カリバー、もう見てよこれ、もう箱からしてめちゃくちゃワクワクするでしょ。虹色よ、虹色。この王者カリバーは王族しか使えない。これを持つことによって、これを使える人が王様の証というふうなことなんですけれども、開けていきたいと思います。こちらの方、じゃ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 ーん、さあ来ました、こちらの目覚めよ王者カリバー、かっこいい。どうですか皆さん、結構長くないですか武器。今までの武器ってもうちょっと短いというかね、だけどこれすごく長いんですよ。じゃあこれね、まずこのクワガタですよ。クワガタパピオン、これパピオンね、これパピオン、パピオン。そしてこれがカマキリだね、これだからね、カマキリ。そしてトンボ、はい、でこれがハチ。おお、かっこいい。あ、待って待って、今光ったの。うわー、かっけー、オージャカリバーということなんだけれども、かっこいい。で、これで俺は赤に、さらに、うん、どうやってやるんだこれ。あれ、てぅーんてぅるてぅてぅが流れないぞこれ。おお、なったなった。これってなるんじゃない。おお、かっこいい。え、ちょっと待って、今ので変身できた、今ので変身できた、こういうことだ。テンテルテテンテルテテンテルテテンテル、バジャン、いけ、で変身ってこと。これ変身できてるから本当に、これ変身できてるから本当に、いや変身できてるから本当に。クワガタトリガーを引いてすぐ離します。おお、変身できた、よっしゃーっていうことか。なるほど、クワガタトリガーを2回引いてください皆さん。自分が変身したい、色を先に引いてください。例えば俺だったらクワガタ王者にまず変身したいんで、クワガタ王者を引きます。で、すぐにやる。そう、そしたら大気音が鳴ります。そしたらその次にトンボで、その次にこれで、で、その次にクワガタ、じゃあクワガタじゃない、カマキリからのハチ。そしたら全部押し終わったら、また最後に自分が変身したいやつ、こうやってやることによって、で、クワガタ王者にバーン、クワガタ王者に変身しましたということなんですね。
デラックスキングズウェポン、そう、これを使うことによってなぎなたモード、そして銃モード、爪モード、そして鎌モード、弓モード、まあいろんなことにね、戦い方ができるようになるということなんですけれども、でこれ実はこれだけだと盾なんですよ。盾としても使えるし、いろんな使い方があって、キングオージャーのこの遊び方っていうのはめちゃめちゃ、なんだろう、多彩だから面白いと思います。皆さん、じゃあちょっと開けてみたいと思います。キングオージャー、あー来てました。盾めちゃくちゃかっこいいね。これいいね。なんかさ、剣と盾のキャラってめちゃくちゃかっこよくない？これなんかウルザードとかめちゃくちゃ好きなんですけれども、やっぱすごいね、やっぱね、盾と剣って憧れるんですよ。僕は盾がなかったね、ロードサーベルだけだったから。縦でこういう風にね、でガシャンガシャンガキーンって戦って、ガシャンガシャンっつって、そしたらここでこういう風になるわけですよ。ガシャン、でそしたらこれをこういうことですよ。これでこっちをこうやってやって、こういう風に、こういうことですよ。シャーン、かっこいいじゃないですか。こうなぎなたモード、これがなぎなたモード。そして弓モード、弓モードになったりとかするとちょっとこういう感じで、こうか、これで弓モードってこと。でもなんかさ、こうやって見せるときにはちょっと手が逆手になるけどいいのかな、これ。こういう感じで、こういうこと、バーンバーン、こういうことか、こういうことだ、ピャンピャン、あ、いける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 、これ弓モード。銃モードは普通に、あ、もうこれは銃モードはこれで銃なんだ、これで銃なんだね。これは銃モードはこれで銃、いいね。これなんかいろんな武器あって楽しいな、これ。しかも全員が全員使えるっていうのがまたいいね。爪モードっていうのがあって、爪モードになるとちょっと開くんだね。あ、これで爪モード、え、かっけえ。爪モードってどうやって戦うの？今のところ爪モード出てきてないよね、まだね。普通になんか爪モードここにこうやって欲しくない？これこうやってこういう感じでやりたいの、爪モードね。鎌モードは片方だけ上げることによって鎌モードなんだけど、いや、これはこっちだよね。だからこういう風なことで鎌モード、でも俺だからこっち持った方が鎌っぽくない？だから分かる、この何が起きてるかって言ったら、これ剣持っちゃってるからもう血だらけないよ、本当は。だけどこっちの方が鎌っぽくない？なんか、まあ、これが鎌でしょ、これが、これが鎌だよ、これが。こうでも血だらけだけどね、これ手。でもまあ大丈夫だよね、スーツ着てるから俺たちは。そうだから、カバモードやるときはこっちで、あとこれ単体でも剣でいけるってこと、これ単剣ってこと、単剣でいけるのかな。なんかすごいいろいろある。あ、なんかこう、なんかすごい、ここなんか、なんかある、なんか押せる、これそう、ほら、これ止め方がわかんないんですよ、これ。どう止めるかって言ったら、これ絶縁テープをここに入れて止めるしかないんですよ、これは。そう、わかんない。他にやり方あんだったら募集。で、続いて紹介するのはこちら。じゃーん、王者カリバーをこれ対等することができる、その名も、王者ホルダーセットキングスポットライン&王者ホルダーセット。じゃん、はい、これ回りませんね、これさすがに俺には。でもなんかギリいける、これもしかしたら。全然無理、全然無理、全然無理だわ、これは。こういうこと、違う、ガチャっていくのか、もしかしてこれここだけか、もしかして。あ、こういうことね、はい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 。だからこうつくんですよ、こういうこと。お、かっけえな、これ。お、抜きやすい、いいじゃん、いいね、めっちゃいいじゃないですか。そういうことね、はい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 。俺の腰にはつけられなかったけれども、まあこういうことですね。要はこうやって遊ぶと。これ見てください、まだね、劇中には多分出てきてないと思うんだけど、スマホははい割といろんなアプリが入ってるんだけれども、とりあえず使えそうなのは電話とメールだけ。そうですね、これ僕たちが使えそうなのは、あの、この剣のマークとかは、これなんかゲームなのかね、これ。で、修行の、もしかしたら修行のね、アプリかもしれないね。時間9時半、すごい細かい、
すごい、時間が9時半、細かい。はい、ちょっと他にも見ていい？天気もある、天気。極寒に関してはもうずっと雪だと思うよ、これ。だから、極寒に関してはもしかしたらいらないから削除してるかもしれない、このアプリをね。はい、ということでございました。だから、修行のメニューとかもしかしたらあるかもしれないね。1日筋トレ何分だったりとか、何キロ走るとかさ、そういうのがもしかしたらあるかもしれないです。はい。すごい楽しい。てか、大人が触ってもこんなにワクワクして、多彩な動きもあって、さらにいろんな形に変形できていろんな用途があるっていう今回のウォーキング王者の僕は、何よりこれ2つくっつくっていうのはこれめちゃくちゃやっぱ男のロマンというか、まあ今までもねこういう武器は結構あったと思うんですけれども、でもすごい王道でかっこいい武器で、しかも長い刀身が、それが多分今回のキング王者のめちゃくちゃおもちゃの魅力の一つなんじゃないでしょうか。皆さんね、いろんな妄想を膨らませながらぜひ遊んでみてくださいということで、キングオージャーの武器、オージャーカリバー、そして、こちらのキングスウェポン、そしてこちらのホルスターの方を紹介しました。それではみんな、またねー。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。